皆さんこんにちは。佐賀2024国スポ全勝スポ盛り上げ隊長の森です。今日も盛り上げていきますよ。国内最大のスポーツの祭典国体が国スポへ名称を変える初めての大会、盛り上げ隊長森アナウンサーも競技を体験。佐賀2024国スポ全勝スポの魅力に迫ります。さあ今日もこのピクトグラムくじで競技を決めていきましょう。今大会の新たな取り組みの一つ、リアルアスリートピクトプロジェクト。それぞれの競技をイラストで表したピクトグラムのモデルは全て佐賀県の内外で活躍する実在のアスリートなんです。よいしょ、出てきた。あ、これはあれですね、フェンシングでしょう。ほら、やったことはないですけど、こうでしょう。なんだかできそうな気がします。佐賀サンライズパークの一角にある佐賀プラザにやってきました。ここがフェンシング場です。佐賀プラザにあるフェンシング場、ピストと呼ばれるコートが4面あり、日本で唯一 JOC 日本オリンピック委員会のフェンシング競技強化センターに認定されています。ここにすごい小学生がいると聞いたんですけれども、あの奥の子ちょっと小柄ですけども、あの子ですかね。こんにちは、野方くんですか。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小学5年生の野方大輝選手、フェンシングを始めたのは3年前、小学2年生の時です。お母さんが身体操のレッスンをしてて、その帰りにそこの窓からこうちらってこう剣が見えてかっこいいなって思って始めました。家でも毎日欠かさずトレーニングを行い、めきめきと力をつけた野方選手、去年香港で開かれた国際大会では優勝を飾りました。今回の国スポには年齢制限のため出場できませんが、いずれは自分もと闘志を燃やしています。国スポは、まあ、日本のいろんなところからこう選手が来るわけなので、まあ、自分も高校生ぐらいになったらやってみたい。野方くんの一番の得意技って何ですか。得意技はフリムっていう。フリム。野方選手の得意技プリム、相手の攻撃を下から払い、手首のスナップを効かせて素早く突く技です。試合形式の練習でもこの通り華麗に決めています。とか体格から考えるとスピードはやっぱり速いですね。特にあの相手に避けられた後に入り込むっていうのスピードがすごく速いので、まあ、将来のそういう代表選手、そういったものっていうのは十分狙える才能はあると思ってます。フェンシングはフルーレ、エペ、サーブルの3種目、それぞれ得点となる有効面や剣の種類が異なります。森アナもフェンシングのユニフォームに着替えて野方選手と対決です。胴体部分が有効面となるフルーレで勝負し、先に2ポイント取った方が勝ちです。野方選手の突きは有効面ではない腕、惜しくもポイントならず。試合再開です。取られた。相手の隙を見逃さなかった野方選手、森アナもこのリアクション。
あと1ポイントで勝利です。弱点が見えた。もっといけたと思ったのに。大きい相手でも全然問題ない。はい、やっぱ普段から練習してるからだ。大きい子出しと。フェンシング対決は2対0で見事野方選手の圧勝。楽勝だったね。はい。今回ご褒美としてマンゴータルトを用意しましたので、ぜひ食べてください。どうぞ。マンゴー大好きなんでしょ。今日一の笑顔いただいてます。朝並んで買ってきたんです。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ぜひ正しい。ではどうぞ。いただきます。嬉しい。ちょっとカメラに向かって一言感想言って。美味しいです。素晴らしい。勝利の味ですよ、これが。ね。じゃあちょっと最後にこれからの目標を教えてください。これからの目標は、日本代表になって、オリンピックで優勝すること。はい、ぜひ頑張ってください。はい、お疲れ様でした。頑張ってね。はい。佐賀2024では初のナイトゲームが実施されます。タクシで行われるスポーツクライミングや、佐賀アリーナでのバレーボール青年女子、佐賀スタジアムでの陸上競技などです。仕事帰りに同僚や家族と試合観戦ができます。